芸術の美しさや人の美しさを結び、栃木にゆかりあるアーティストたちに焦点を当て、アーティスト同士を結んでいく、さまざまな人々と美を結ぶ、結びの心を送るひととき、結びのひととき。この番組はご覧の提供でお送りします。結びのひととき。この番組は栃木県にゆかりのある芸術家アーティストの方々をご紹介する番組です。今回も陽子先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、まあ、いつものアトリエからお送りしてるんですけど、はい、ちょっとなんかいつもと陽子先生こう、はい、部屋の雰囲気が違う気がするんですが。そうですか。例えば、はい、こちらにあるこれは、はい、ステンドグラス製の、はい、なんて言えばいいんですかね、これは。これはね、はい、昭和のね、古民家にあったステンドグラスなんですけど。古民家ってことは日本のものっていうことですか。はい、はい、はい。へえ、それ以外にもこう後ろにちょっとガラス工芸品といいますか、はい、あの今日はね、はい、ちょっとガラスでまとめてみたんですけれども、あのいろんな形のガラスがありますが、はい、あの後ろにあるのはね、あの多分切子だと思うんですよ。赤いやつですよね。珍しく、すごい大きくて立派な、はい、はいはい、あれはどういうものに使うものなんですかね。うん、それがね、はい、私がね見つけた時はもう今から7、8年前のものなんですけどね、なんだかあまりも珍しいんで、はい、何に使ってきた、ちょっと見ない形ですね。そうなんで、はい、あ、じゃあ分からないぐらい結構年代の古いものだったり、持ち主も分かんないって言うんですね。ですのでね、まあ時間がなかったから、はい、まだ調べてはないんですけども、あれ大きな蓋があって、多分蓋があるってことは水が入るんでしょうね。あ、水がめとかそういう、水ね、水使ってたんですかね。水を入れてそこから使ってたんでしょうかね。でこうステンドグラスのものなんかもたくさんお持ちになってたりするんですか。そうですね、あのまあ、あの本格的にね、ちょっとチャペルを作ったことがありましてね、はい、今から27年前に、はい、チャペルを作りましたの、はい、であの写真集にもちょっと出ておりますけれどもね、そこにやっぱりチャペルであれば、はい、聖書からの方がいいかなと思いましてね、うんうん、あのステンドグラスで、あの実はモーセの実会ってよくテレビで、はい、あの映画でありますよね。映画とかにもなってますね。はい、そのモーセ、癒し奇跡を起こされるモーセ、はい、それからイエス・キリストの、はい、母性本能の強いイエス・キリストのステンドグラスを作りましてね、うん、作っていただいて、はい、でチャペルにはめましたんですが、はい、先生がそのプロデュースされて作られたチャペルには、はいはい、先生がこういわゆる考えたといいますか、演出したステンドグラスが何枚かあると、はいはい、これ今度あれですね、あのそのチャペルからまた一番組できそうですね。そうですね、そこの中からまた撮りたいぐらいの、はい、そうなんです。ちょっと一度お邪魔させていただきたいなと思います、はい、もうぜひ、はい、お願いしたいと思います。それでは今回ご登場いただくアーティストの方をご紹介いたしましょう。今回ご紹介するのは栃木県那須町を中心にご活躍されるイラストレーターの米倉真美さん。漫画家柳瀬隆さんのアシスタントを務めた経験もあり、幅広い人気を集めます。ということで改めまして、今回のゲストはイラストレーターの米倉真美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ先生、はい、まあ、この番組もまあ、何回目ですかね、4回目、うん、5回目になってきまして、そうですね、イラストレーターの方ということで、はい、今までよりこうイメージとしてちょっとポップな、そう、ね、イメージがありますけれども、はい、真美さんはイラストレーターになられてどれぐらいになるんですか。はい、あ、結構な、年が出ちゃうね。ものすごい長い。あ、そうなんですか。年数だけは長いですね。そうだね、そこはちょっと控えたいと。控えめにしていきましょう。そうなんですか。はい、あら、それはそれは。これでもイラストレーターのこうちょっと歴の中で先ほどちらっと見させていただきますと、柳瀬隆さん、はい、ね、そうなんです、指示をされて、はい、
私があの大学卒業する間際の頃に、はい、自分の進路をもう全然違う方向を転換で、もともと絵が好きだったので、はい、イラストレーターになりたいと思って、それであの専門学校に入る手続きを大学卒業してからしようと思ってたんですが、うん、その時に ある方が柳瀬隆さんに会わせてくださるっていう風になって、それで柳瀬さんにお電話をしたら絵を持ってきてくださいって言われて、それで門前払いじゃなくてまず絵を見せてくれる、はい、でそれまでちゃんとした絵なんて描いてなかったんですけど、油絵適当に自己流で描いたのを持って柳瀬さんのところに伺ったら、先生が下手ですねって言ったんですけど勉強したことないね、でも、僕のアシスタントやりませんかって言ってくださって、なんかアシスタントが辞めちゃう時で、もうものすごく困ってる時だったんです。もうそのすごいタイミングです、ね、もうなんか運命って、子供たちの辺のあれすごい人気でね、びっくりして、いやうちの息子がね、幼稚園の時に、カバンが欲しい、用意しなくちゃならなかったんで、どんなカバンがいいって聞いたらね、アンパンマンがいいって言うんですよ。困りましてね、アンパンマンのカバンが、幼稚園のカバンがないの。あ、なかなかきっとね、昔はないですね。手作りしましてね、アンパンマンの絵を描いて、先生描いて、はい、はい、まあ先生と一緒に最初の頃ですが、下手くそですよね35年前のものなんですが、恥ずかしいんですが、クオリティがすごいです、先生に見ていただくなんて、まあこれがほら、これが35年前の息子が作って渡してあげた赤ちゃんマンと絵本が大好きでね、もうアンパンマン大好きで、これ赤ちゃんマンですね。そうです、これは喜びますね、子供は絶対人気になりますよ。まあそんなこんなで息子のために作りましたんですよ。じゃあそこからね、アンパンマンの世界が原点みたいな感じになるんですかね。そうですね、そこから始まったので、始まって、で今回作品をね先生、いくつか用意していただいたものの一つが、ちょうど横先生の後ろにあるちょっとアンパンマンと似ても似つかない感じの作品があるんですが、あれはどういう、はい、これはもともと去年の那須ショートフィルムフェスティバルのポスターとして描いたものなんですけれども、ポスターの原画みたいなんですね。はい、そうなんです。で、私が那須で白面金毛キュービキツネ太鼓っていう長い名前太鼓をやってまして、でこれは自分の私のお面なんですが、そのお面をモチーフにしました。ご自身もやられてるってことですか。はい、そうなんです。毎年5月の第4日曜日に那須の摂政席で御神火祭という大きな松明を焚くお祭りがあって、はい、その時に太鼓を叩くんですね。でその10人ぐらい叩いてるんですが、その中の一人で、もう15年ぐらいやってます。そんな中に、ね、見えないですよ ね結構体力とか力がいりそうな感じなんですよね。まあ20分ぐらいなのでそれでもね、こちらは自然が織りなす色合いも美しい沖縄伝統の草木染めの着物です。作品は他にも今回持ってきていただいたものが、またちょっとイラストという僕たちのイメージからすると、ちょっとまたかけ離れた掛け軸のようなというか、タペストリーのような作品をねお持ちいただいて、
あれも先生も生で初めてご覧になられたと思うんですけど、弟だったね、はい、あのこの古民家にね、うん、あの合うようなものを選んで持ってきてくださったっていう作品が仕事で持ってお見えになったんですね、はい、あれはあちらが、はいはい、あちらの方に展示されておりますけども、ね、先生の作品ね、はい、古典用の本当に、うん、あの 最近多く書くようになったものなんですが、はい、最近になってから、はい、もう古典用でその時だけ出すだけのものになってます。あれはではこうジャンルでいうとイラストという中にはまたちょっと違う作品になるんですかね。そうですね、イラストっていうと一度印刷されて商品なんかになったものをイラストレーションっていうものなんですね、はい、なのであれはあの印刷されたものにはならないの、偽物になるのでまたイラストレーションとは、はい、呼ばないのですが、はい、お父様は有名な那須の有名人でございます。お名前をどうぞ伺ってくださいませ。お名前をお聞きしてもよろしいですか。三河泰山って言うんですよ。でも、はい、知らないとは素晴らしい方で、いやいやいや素晴らしい。ここも書かれたりとかされてますもんね、はい、随分、はい、小説を5本の中にイラストはお嬢様のマミさんが書いて、親子で合作で、はい、そうなんです、まあ、でもその環境があったから、うん、はい、マミさんも一緒の、ね、もしかしたらドクター X になってたかもしれないけど、うん、それを、まあ、イラストレーターという方の道に行ったらやっぱ環境のおかげというか、はい、うち丘の割と上の方なので、うん、那須野ヶ原のこう関東平野が見えるところに住んでましたので、うん、もういつもその景色を見て育って、うん、もういつもなんか何だか分からないんだけど、うん、ものすごく、うん、もうああいいなっていう気持ちが何かに表現したいっていう、うん、そのなんかそういうので絵を描きたい、絵で描いていきたいっていうのが子供の頃からあって、確かにこう自然から生み出てくるもののアートって那須多いですよね。多いですね。あの素敵な草花でもね、うん、あのお店で売ってる花の色と、うん、それからもう山に咲いてる花とはね、うん、もう全く色が違うのね、うん、そういうのが芸術ね、素晴らしいですね、はい、そういうのももしかしたら沖縄とかとのつながりもね、そうですね、なんか自然から生まれてくるアートっていうのも、うん、だって今回の これ飾っていただいてるちょっと色鮮やかな、ね、はい、お召しもこれその自然の草花から生まれた色なんですよね、先生ね、そういうものがやっぱり、はい、そうですね、何かこう共通するまた一つのね、沖縄とね、そうですね、空の色とかもか、ね、はい、うん、もうね、ね、あのマミさんは、はい、なんていうんですか、坪屋もにお友達が、はい、沖縄の坪屋にお友達がいらっしゃって、はい、で不思議に歌ってしまう次回に、ね、ね、はい、この沖縄と、ね、先生のつながり、はい、そのあたりもですね、もうこれ、はい、あと4回くらいいけそうなんですけど、はい、そうですね、それでじゃあ次回にまたお話を伺っていきたいと思います、はいはい、ということで今回のゲストはイラストレーターの米倉真美さんでした。また次回もご登場いただきます。皆さんお楽しみに。どうもありがとうございました。ありがとうございました。結びのひととき、今回ご紹介したのはイラストレーターの米倉真美さんでした。さまざまな人々と美を結ぶ、結びの心を送るひととき、また次回もお楽しみください。この番組はご覧の提供でお送りしました。